けまして、おめでとうございます。1月1日、6時10分になろうかと思います。本年度もよろしくお願いいたします。2016年ズルトレーダーのファイナリーオプションにおいて世界一になった世界バイナリーオプションスペシャリスト社の販売用先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となっています。で、試験投資ですね、ライブの試験投資、12月のですね、先月の1日から、今日までですね、ちょうど1ヶ月間の試験投資なんですけども、8万4000円投資しました。そのうち稼ぎは88,360円ですね、4,360円の利益ということで、まあ大変厳しいですね、1ヶ月間の成績です。で、こちらですね、ずっと上げて、こちらもそうですね、このようにね、戻していきますね。扱ってこういう具合になっていくわけですね。こうですね、ね、このようになっていくわけです。こういう成績ですね。これが最初ですね。大変厳しいですね。10万ずつ投資して43万です。かという計算になりますね、1ヶ月ね、収入ね。これが10月14日からの投資ですね。12月4日からの投資ですね。12月4日で。それで12月11日までですね、4日から12日まで。このところ12連敗したんですね。で、投資方法を変えたんですね。で、こうですよね。12月から20日までですね。20日から28日ということですね。浜岩先生の1ヶ月間の試験投資ですね、先日でプラス4360円でしたね。いろいろ調整しながら、ちょっと勝率は上がってますけど、また今月からまた試験ですね。まだ試験やってきます。1000円ずつですね。どうもありがとうございました。2019年1月1日のまでの1ヶ月前までの成績、試験投資の結果でした。